前はマイナス2万だったけど何回も言うぞただね、あのこの個性を出すとかもう考え始めてるっていうのがやっぱちょっと感動ですよねまたこんにちは、船原です。今日はヒデ君に来ていただきまして、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ヒデ君はですね、アンティークコインの輸入ビジネスで月収100万円を目指して邁進中ということなんですけれども、そのアンティークコインビジネスに関してはこちらにいらっしゃるマンダさん、マンダです。はい、いろいろお話をお伺いしながらちょっとやっていただいております。はい、早速なんですけど、これ今撮ってるの2022年の5月19日なんですが、先月ですね、はい、4月、うん、どんぐらい儲かったのかっていうのを、ね、はい、ちょっと前回多分あれですよね、マイナス10万円ぐらいの利益がいったみたいな、そういう状態でいったりとか。違う、それは3月がマイナスだったんです。あ、そっかそっか確かマイナス2万多いみたいな。ただその3月はマイナスだったけど、4月1日に60万ドル売れたんで、4月いけるんじゃねえかっていう話で、ちょっと僕らワクワクしてるっていう段階なんですけど、はい、なんでまあ3月はですねマイナス2万だったというヒデ君ですが、4月はいかがだったんでしょうか。まず売上からお願いします。4月の売上がですね、824,570円です。おお、売上ね、売上ね、売上82万、はい、これ過去最高。あ、過去最高です。はい、ございます。では肝心の利益いくらになったんでしょうか。じゃじゃん、142,326円です。おお、はい、だから10万円は超えたし、はい、まあ、約15万円ぐらいですかね。嬉しい、本当よかったです。とりあえず10万超えは達成したと、はい、いうことですね。はい、まあ前はマイナス2万だったけど何回も言うぞ僕の初任給も超えましたよ。僕の初任給13万いくらだった昔だけど、なんかいろいろ引かれて美容師の初任給がそんぐらいだった。なるほど、だからもう超えましたね。ありがとうございます。そして次はいくらぐらい目指しますか。まず20万とかですかね。20万ですね、はい。じゃあまあとりあえず20万をね目指して頑張っていただきたい。20万あるとなんかやった気分になるよね。うん、その先ももっと目指してもらうんですけど、もちろん、はい、20万がやっぱ初任給だったので、僕のそこは取りたいですね。すごいすみません、ちょっとなんか基準になるかなでもあれですよね、まあ、ヒデ君はもともとサラリーマンずっとやられてて、はい、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけども、ね、基本スーツで、もうスーツです、はい。で、世の中の人ってね、皆さんほとんどの人はそうやって通勤されててね、満員電車、満員電車ですよ、もちろん。揺られて20万円を稼いでいたのですが、はい、まあ、今回はこういうフォルクスワーゲンの服を着て、ね、車が好きなおじさんみたいな感じはい、大好きです。短パンで14万稼いでいるということなんで、このままいけばなんと20、30と伸ばしていける感じですかね。うん、うん、いやもうなんかもうとにかくこう嬉しさが込み上げてきてジーンとくるところがありますよね、はい、15万ぐらい稼げるって、はい、ね、一時期はどうなることかと思いましたが、マイナス出したマイナスはちょっと、はい、1ヶ月頑張ってね、マイナスでしたみたいな。そうね、なんかプルーフじゃないコイン買ったりもしてたし、ね、あ、そうだそうだ、あ、ちょっと入りましたね。ピカピカのじゃないの買って、はい、このいや撮影中に発覚したりしてましたね。あ、そうです、懐かしいですね、なんかね、懐かしいでしょ、やっぱり自分のことでもね、はい、今はもうそれは絶対やんないですか。それはないですね。一、はい、回ミスるとやっぱ気をつけますよね。で、多くの人がミスった時にやめちゃったりするんだけど、やめないとこうなれるってことだと僕は思うんですよ、本当に。うん、なんかもっと高いコインとかで eBay のタイトルでプルーフとか PF って書いてるのに、写真見たら MS とか、あ、そういうのあったりするに気づけるようになったんで、それ良かったなって。それなんかもうちょっと詐欺じゃねえかなと思うけど多分コピーしたんじゃないかなと思うんですけど、まあね、相手も人間だからね、うん、そういうのもまああるけど、はい、うん、じゃあ、はい、とりあえず今14万なんですけど、ここからまあどんどんね売り上げを増やしていきたいなと思うんですが、はい、まあ、ちょっと知りたいなと思うのが、このどういうのが売れたのかなっていうのをちょっと見せていただきたいなと思いまして、はい、4月前の動画でもねお話してもらってると思うんですけど、まあ、あれ60万の売れたじゃないですか、はい、その後売れたのってどういうのですか。あ、その後はですね、5月以降でも10万以上のもちょこちょこ売れてますね。そうですね、この4月に売れたやつにしよう。4月30が99,000。あ、それちょっと見よう、うん、これなんか一緒に仕入れたやつですか。こういうの仕入れましたって見せてもらったやつですね。そうですね、はい、あ、これ10万で売れたんですね、うん、これよく売り切ったね。そうですね、結構出品者も少なくないんですよ、はいはい、これそういう話をね、はい、されてたと思うんですけど、うん、ラ
ライバルの方は多分もっと高値で買ってたんだと思うんですね、うん、だったんですよね、出品価格も、うん、だからもう最初から底値で出品して、うん、ギリギリ4月に売れたっていう、はいはい、これは利益は出たんですか？利益2万ちょっとぐらい出ますね。あ、 20% ぐらいの利益率って感じですかね、うん、あらりね、おめでとうございます。ありがとうございます。1個で2万5000円できてやっぱりいいよね。そうですね、嬉しいです、うん、これね、多分今のコインに関してヒデ君がやっぱり安く仕入れられたっていうのが勝因だと思うんですよ、うん、他の人が仕入れてる値段だともうちょっと高く出品しなきゃいけなくて、そういう人は結構乱立してる状態だと思います、はいはい、うん、これなんか値引きとか要求したんですか？たまたま安く出てた仕入れる時タイトルが2020とか入ってなかったのとかな、多分結論引っかかんないと思うんですよね。出品してる人がまあちょっと見捨てたっていう、そうですね、横着したような、はいはい、よかったですね、はい、賢いですね、見るとこね。あ、それは、はい、人が見てなさそうなところを探すとかっていうのはまあちょっと上級テクだと思いますけど、うん、まあ、王道の一つではあるかなと僕は思いますね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。順調に育ってますね。いやー、うん、本当ちょっと感慨深いですねだって僕、徳永さんにもこう煽られてないけど、でもこう稼げなくても面白いじゃんって言ってくださってるけどでも僕やっぱこうで本気でやってて、この人全く稼げなかったらこの人の言ってることダメじゃんってなっちゃう、あ、ね、プレッシャーはやっぱありました。稼げる稼げるって言ってるのに、そう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 、 YouTube でガチで企画してみたら全然稼げねえじゃんみたいな。そうだから嬉しいですよ。今だから4ヶ月、5ヶ月目ぐらいですよね。そうですね、4ヶ月目でちゃんと10万円利益出すことできて、はい、当初の予定通り来てて、うん、だから20万まあ、いけたら30万とかももちろん目指したいけど、うん、その後、まあ僕6ヶ月目はね、30万から50万くらいいけたらいい、でも100万目指せたらいいなと思ってんだけど、うん、4ヶ月目はやっぱ20万から30万くらいの利益を上げてくれたらいいな、まあ、上げれるんじゃないかなとは思ってるんですけど、うん、はい、決めた通りにはやってくださってる、はい、頑張ってくれてる感じですね。じゃあ、 まあ今月で20万、30万、はい、目指していただきたいのですが、どうですか、今月は5月の新曲というか、うん、今正直ゴールデンウィークは調子あまり良くなくて、それなんか全ての、うん、あの物販の人が言ってます。あ、そうなんですか。ゴールデンウィーク全然売れなかった、多分久しぶりだったんですよ、ゴールデンウィークっていうのが。遊びそもそも、はい、誰もそのなんかネットで物買わなかったみたいです。あ、はははでったんですけど、ゴールデンウィークが明けて次の週にいきなり5個ぐらいドカドカって売れて、おー、そう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 、やったーって。僕ゴールデンウィーク明けに売れんじゃねえかっていうのはすごい予測してスクールにうまくしてたんだけど、はい、あの、まあ、売れた人と売れなかった人やっぱいたんだけど、準備した人はやっぱ結構売れてたんですよ、うん、やっぱり自分たちがねゴールデンウィークにやりたいことを本当に思ってたことほど叶えられてない人は多かったから、そういうことか、あの海外旅行、ね、僕も海外旅行行きたかったけどやっぱり行けなかったし、うん、本当にやりたいことがやれたわけではない人はすごく多くて、うん、従来はなんかやっぱ例えばねこうキャンプ場行ったらパパがこれいいなと思ったものっていうのはゴールデンウィーク明けてからテント売れるとか、うん、そういうのってすごいあったんですよ、うん、ゴールデンウィーク中に見たものが後に売れる。ゴールデンウィーク中はもう別にこうスマホで買うとかっていう人、僕は買うけど、うん、よほどそういうのが好きじゃない人以外やっぱ買わないんですよね、うんうん、オークションとか見てる暇ないっていうか楽しまなきゃいけないから、うんうんうん、でも今回やっぱ僕本当は緊急事態宣言とか出てくれたらめっちゃ売れると思うんですけどあ、まあ、そこまでじゃなかった。それでもやっぱゴールデンウィーク明けにはまあ売れてはいるなっていう印象ですね、うん、はい、何個売れたって言ってましたっけ。5個売れた。5枚ぐらいとかね、売れて、どんな、なんかでかいの売れました。あ、でかいのも売れましたし、まあ、1万、3万円台のやつも売れてますね、うん、まあ、やっぱ円安とかの影響もあるかもしれないですね。今買っとかないとっていうような気持ちがある人もいるから。あ、そうそう、円安だ。そうそう、前回のね、この動画撮ってる時よりもいきなり円安になったんですよ。そうですね、あの、予測はされてたじゃないですか、小田原さんも日本やばいっていうのをおっしゃっててで、円安もっとくんじゃねえってやっぱ僕たちも話してましたよね。あの戦争がね、起きちゃったんで、うんうん、前の撮影の後に、うんうん、それでまあ、なぜか円だけ全部安くなるっていう、うんうん、そう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 、なんかどこに対しても円弱いんですよね、はい、ロシアの通貨より弱いみたいな。そうなんですよ、ルーブルはね、それ高くなってるんですよ、逆になるね、希少価値が出てるみたいな。もうなくなるからと思ったよ、なんか流通量がかなり減ったんでしょうね。うん、
まあ、それは置いておいて、うん、これは輸入のね話だからちょっと言っておかないかなと思うんですけど、うんうん、円安っていうのは輸入にとってはあんまりいい材料じゃないと思うんですけど、うんうん、このあたり萬田さんどうですか。例えば1ドル100円だったら1万円で買えたのが今130円だから1万3000円になっちゃうわけで、そうですね、単純にこう仕入れ金額が高くなっちゃう、うん、まずもう本当単純に船田さんのおっしゃってた通りだと思うんですよ、はい、仕入れ金額が高くなっちゃう、うん、で今日本で売る値段が上がってるかっていうとまだ上がってない、上がってないのが多いんですね、はい、でやっぱね3ヶ月ぐらいかかる、ここが追いつくまで、うんうん、そうすれば、まあ、別に変わんないです、輸入も、うん、日本の価格も上がってしまえばですけど、しばらく変わらないという現状はあるかと思います、うん、でそしてさらにまあちょっと別の角度から僕のビジネスで言うと輸入なんですよ、だけど全体の利益は増えてますね、上がってるんですよ、うん、どういうことかっていうと1個当たりの利益はちょっと減ってるっていうのはなくもないけど、まあ、利益増えてるものもあるし、うん、前年比でいうとやっぱ増えてはいるんですね、うん、コロナ禍でやっぱすごい売れるようになって、戦争もあってすごい売れるようになってっていうのもあって、やっぱコレクティブな商材って影響はめちゃめちゃ受けにくいっていうのがあるのと、うん、もう一個ねちょっとまあこれ言い訳じゃないけど、僕扱ってる単価が高いので、はいはい、あんまり気にならないですね、うん、ダメージは多分受けてるとは思います、でも数がその分売れてるし、うん、それから1個あたりの利益はちょっと減ってるかなっていう傾向はあるけど、めちゃめちゃ儲かってるものもやっぱりいっぱいあるから、うんうんうん、トータルでは増えてる、うんうん、そしてヤフオクだけで言うと昨年最近の30日間で1万4000件ぐらい売れてたんですよ、うんうん、それが今2万件ぐらい売れてるんですね、件数がやっぱ増えてるんですよ、うんうん、僕は2種類あって、円安もしくは戦争だから資産保全のために買わなきゃってプロが買ってる、うん、今買った方が安いっていうのが分かって買ってる、うん、それからよく分かんないけど買った方がいいと思って買ってる、うん、その周りが不穏な感じだから、あ、そうですね、お金はあるからまあ買ってる、コインはよく分かんないけど、でも買った方がいいって言われてるみたいな2種類の人がいて、このやっぱちょっと初心者っぽい人はめちゃめちゃ高く買ったりとかもしてるから儲かってるっていうのがあると思う、うん、まあ、プロは今買うべき価格で買ってるとは思います、ね、あというような商材でもあるので、はい、まあ、船田さんの質問何でしたっけ、円安ってどうですかって言うと、円安になったら儲からないんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、コインは円安でもやっぱ今の理由で結構強いんじゃないかなとは思ってます、うん、僕あと講師レベルの人もしくは先輩で、ね、聞くとあんま変わんない、うん、やっぱ高いのやれてる人は変わんないので、やっぱそこに、うん、早く行くべきかなとは思ってますね。で逆に最近のモダンコイン、これスクール生にはお話したんですけど、2020年から2020年ぐらいの安めのコインは変動しやすいから、はい、今ちょっと避けてもいいかもしれない、うん、ここやりやすいんですよ、手に入りやすいから、うん、ね、ヒデ君とかヒデ君の後輩に当たるようなね、はい、これ見て始めてくださる方とか買いやすいんだけど、そこはちょっと避けた方がいいかもしれないな、うん、感じますね。その、はい、最近すぎるコインは、うん、まあ買いやすい、買いやすい、うん、まあいっぱい出てるんですよ。なるほどなるほど、ライバルが多い、つまり、うん、からまあその値下げ合戦とかになりやすい、なりやすい、なりやすいのがすごく顕著最近、うん、ヤフオクで言うと、もう一個まあちょっと補足情報としては、そういうのを専門に近くやってるね、すごい安売りしてくる業者さんがいるんですよ、はい、めちゃめちゃ買ってる人、その人は多分1種類1億円分とか買ったりしてるような感じのポピュラーなね、期待値が高いのを元からこう買い占めるような買い方でやってる強いところがあるんですけど、はい、そこがめちゃめちゃ安く売ってくるんですよ、だから相場をすごい崩してくる、うん、でそれを買ってる人からの怒りの声とかもなんか僕届くんですよね。あいつが安売りするから逆ですね、その人から定価みたいな値段で買った後、あ、そういうこと、1週間後に、まあ、5万で買ったのに1週間後で3万円で落札されてるみたいな、それってもうその人が悪いんだけど、3万円でその人が買えばいいじゃんと思うんだけど、そういうことまで僕は生徒経由でそういうふうにあそこの顧客から聞いたっていう人とかいるから、結構なんかものすごい商売だなと思う、まあ、ビジネスモデルとしてはその人たち儲かってるんでしょうから、うん、それはそれでいいと思うんだけど、なんかその人に関わって損した感みたいなのは感じてる人はすごく多い商売みたいなんですよね、うん、ただそこがやりそうなものは避けるっていうのが、うん、始めたばっかりの時ね、うん、やっぱ自分で分かりにくいと思うんですけど、それはちょっと注意した方がいいかなと、
はい、それが具体的には2020年から2022年発行の安めのやつ、まあ10万以下、20万以下、20万以下にしようかな、だったら、まあ、それより古ければいいんですよ。1980年とかだったら安いのでも全然いいんですよ、数少ないから、はい、かぶりにくいんでね、じゃあ最近のモダンコインは今の状況だとそんなに良くないですよっていうことですね。ちょっと怖いですね。怖いですね。高く掴んじゃう可能性が高いと思ってますね。さっきみたいに安く交渉したりとか、はいはいはい、安く出てたのを見つけるとかっていうのができればもちろんやっていただいていいんだけど、そうじゃない場合、参入しても実は高掴みっていうかね、人より高く買っちゃってる可能性があるっていう感じですかね、はい、いずれ日本でも高く売れるように、まあ、3ヶ月ぐらいかけて変わっていくと思うんだけど、それからはまた別ですよ、状況はね。だから8月とか9月になってからはもっとやりやすくなって可能性がありますね、はい、変わりました。まあとりあえずでも今回ね14万いってて、はい、最高、うん、で今後ひでくんがこう20万30万100万いくには どうしていけばいいですか。何を仕入れていけばいいですか。今もうちょっと高めのものをやってくれてるんで、そこをまあ数を増やすってことと、1個当たりの値段を上げるってことだと思ってて、極端に言うと今100万円ぐらいのコインもちょこちょこ売れてるんですよね。50万円ぐらいのコインとかもヤフオクが売れやすくなってるんですよ、求められてるんですね。なのでまあ今多分どうなんだろう、10万円から30万円ぐらいのとかを増やしてくれてるかもしれないけど、徐々に50万円のコインもちょっと増やす、100万円のもちょっと入れるとかみたいな形で、まあ、ボリュームを厚くしていくというか、はい、もちろん安いのもやっていいんですよ、うんうん、ちなみに今売ってるのってどういうのですか、見せてもらって。はい、あ、一番高いので95万。おお、結構高いのもあるんですね。まあここら辺は結構あの王道というか、うん、最初の2つですね、はい、3グレイグレイセス、グレイセス、3人の女神みたいな感じの、あとはウナとライオン、うん、そうですね、はい、これは結構高いですよね。そうですね、多分船原さんにもあの森沢さんがね持ってた答えがあるんですけど、オリジナルが1億円ぐらいするやつ、の、まあちょっと別バージョンというか、モチーフは一緒ですけどみたいなコインですね、うん、じゃあひでくんとしてはこの今100万円ぐらいで売ってたり50万円ぐらいで売ってるものを、うん、ちょっとこう分厚くしていこう。そうですね。だからまあちょっと値段底上げみたいな。まあでも100万円の10枚持つ必要ないと思うんですよ。そんなにいらないと思うから、はい、まあまあもっといいコインに変えてほしいなと思いますけど、入れ替えながらより良いコインを、はい、で今30枚ぐらいあるっていうから、まあそれぐらいの枚数をキープしていくのがいいとは僕は思いますけど。はい、まあ、結構安いので枚数買う。稼いでる感じですね。安いのはもうどんどんね入れ替わっていくのがいいですよね。はい、気持ち的にはこう高いのももちろん売れてほしいんだけど、まあ、うん、僕大体ね月に10枚から15枚売れればいいとは思うんですよ、30枚だったら。それの単価が上がっていく方が儲かるじゃないですか。ああなるほど、はい、50枚売るってなると、まあ、1円出費増やしたりとか、うん、なんかそういういろんなことが必要になってくるし、それもやりたいなと思うんだけど、はい、まずはやっぱ10枚から15枚売れるという想定で、うん、100万いくなら1個当たり10万円の利益出た方がいいですよね、うんうん、っていうことはまあそれなりの値段、はい、50万円とか100万円ぐらいの方が達成確率が上がるかなとは思います、うんうんうん、10% で売れるもんね。そうですね、 10% に抑えても100万円だったら目標の10万円利益っていうのが達成するので、うんうん、はい、ちなみに円安になって仕入れにくくなったなって感じはありますか、ひでくん。そんなに変わらないですね。あ、そうですね。もう高いコイン最近狙ってるんですけど、自分の知りたい値段で交渉するので、はい、あまりその多分そういうメンタル、そういうことができてる人はこう言うんですよ、みんな。でも始めたばっかりの生徒なんかはみんなコインが全然ないってすげえ言ってくるんで、うん、コインが全然ない状況っていうのはみんながやれるようなこのコインのそういうところで見てるときはやっぱ大変だと思うんで、早くこう抜け出したい、抜け出させたいなと思ってるんですけど、あなたもだから抜け出したってことだと思いますよね。まあ、高いのもやれてるんでね、はい、やっぱ10万円の10枚揃えるって初心者にとっては怖いと思うんですよね。お金かかるし、だから、まあ、失敗もしちゃうと思うんですよ、うん、最初の頃ヒデ君も失敗してたし、してましたね。今はこの初心者層の人結構わちゃわちゃしてる感じがしますけどね、うん、全然あるんだけどね、見逃してるというかハッと気づけないっていうのはあるとは思います、うん、ちなみになんかこうアンティークコインって僕もね そこまでなんか知らないんですけど、うん、流派っていうんですかね、こうマニアの人って、うん、じゃあ
アンティークコインの中でもこういう分野が好きだから集めてますっていう人がいると思うんですけども、うん、そういうなんかヒデ君ってこう専門性みたいなってあるんですか、それとももう片っ端から儲かるものは仕入れちゃう派なのか、うん、今は片っ端からもう仕入れてますね、うん、価格差があって交渉が成立したらもう買うみたいな、モダンコインに偏り気味だなっていうのがありますね、うん、でもこうやって見ていくと、まあ、よく動いてるものを仕入れるタイプだと思うから、まあ、多くのリサーチにすごく沿ってるんだとは思いますね、うん、特に女性に多いけど、なんか初めて見たコインを売りまくってる人とかやっぱりいるので、なんでそうなったのかっていうのはもうこちらでは分かんない人っていうのもいるから、そうではない、まあ、言った通りのことをやってくださってるんだと思うんだけど、うん、なんか売り方のテクニックみたいなのはやっぱねいっぱいあると思うんですよ。例えば、まあ、ヤングエリザベスって呼ばれるようなコインがあって、うんうん、額面違いでいくつもあったりすると思うんですけど、はい、額面っていうのは500円玉か1円玉かっていう意味、うん、同じ柄ので、じゃあ1円玉の方を1円出品して、そしたら500円玉の方も売れるとか、うん、どういうお客さん引いていきたいかとかみたいなのを意識して1円出品してる先輩なんかもいますね、うん、これ買ったんだったらこれも欲しいだろうみたいな、あでそっちを注目のオークションかけたりとかね、うん、なんかそういうちょっとテクニカルというか、あの操作しやすいとは思う、うん、そういう見せ方とかね、はい、で多分そのうちもうちょっと傾向が出てくると思うんです。みんなだんだん出てくるんですけど、好きなコインっていうのが多分やっぱあると思うし、うん、お客さんに沿っていけば、うん、やっぱりなんか細分化していくのかなというふうな気がします。そうですね、なんかそういう分野があるかわかんないですけど、うん、イギリスの古いやつしか買わへんみたいな人だったら、どんどんイギリスの古いやつばっかり仕入れてきて、うん、ヒデ君はイギリスの古いコインの専門家にいつもなってる、うん、そういうのはあると思いますね、うん、で僕まあそれちょっとおっしゃってることとまあほぼ一緒なんだけど、僕逆に考えてて、やっぱ自分は新しいのすごい弱いんですよ。古いのが好きなので、マサさん自身は結構古い方が、そうだからそういうの好きな人しかつかないし、僕の文章変だから、うん、変なお客さんしかつかないですあのこの人何やってんだろうみたいな人、僕実際に会ったりとかもしてたんですけど、見た目がトラさんみたいな人とかね何やってんのかこの人みたいな、でもめっちゃ高いの買ってくる、そうなんですよ。そうで、あと僕はもう最初にコインやり始めた時にもうこういう輸入のビジネスは始めてたっていうのはありますけど、高額なものしかやんない、うんね、先生の仕事もあるからやっぱ時間がないから、うん、で僕そのコインの仕事だけで何千万も利益得る必要ない、うん、でも1個あたりは100万円ぐらいとかからみたいな、うん、なんかそういうやり方しましたね、うんうん、プレイヤーの状況に合わせて、うん、なんかつくお客さんでも多分会う人がつくと思うんですよ、うんうん、好きなものとかがはっきりしてくると、はっきりと自分に会いやすい人がついてくるとか、うん、やりやすいですよね、そういう人の方がね、うん、買う側としてもなんか、あ、この人ってこういう思想に従って、うん、商品売ってるんだなっていうのが分かった方が、うん、選びやすいですね、お宅心としてはね、うん、買いやすいな、うんうん、そうですね、でコインの中にもなんかこう専門性ある気もするので、うん、ありますね、そっちもいいのかなとは思ったんですけどね、なんか単純に高いとか、うん、モダンとかだけじゃなくて、うん、もう僕結構その繰り返しですね、なんか一旦こうやっぱ絞り込んでこういう感じがいいなと思ったのをまたちょっと広げてみて、うん、でまたこれ山の形が違う形とかみたいな、うん、多分そういうブラッシュアップみたいなのをみんなしてる感じだとは思いますけど、じゃあまあ平野君としてはもうちょっと高いものをもっと分厚くしていくことによって売り上げも利益も上がっていくんじゃないかということですね、うん、それを目指したいですね、多分今のまま、はい、まあ広告なんかをうまく使ってで、うん、多分20万円の利益っていうのは達成するのかなと思ってますね、うん、今月あと10日間、あ、そうですね、で、あと5万円ぐらいですよね、そうですね、利益でね、今月は結構いってる感じなんですね、先月ぐらい、おお、そうです、16万ってったっけ、16万ぐらい、ね、もう利益出してるんですよ、5月19日時点でもう16万ぐらい出てるということなんで、うん、あと10日ぐらいで5万、はい、いけそうじゃないですか、それは行きたいですね、月末は給料日とかでね、あの一応ね、20日以降がコインで売れやすいんでね、うん、高額商品でやっぱ売れやすいので、うん、ちょっと期待してますね、30万円いっちゃいたいですねとかって、早いですね、早いじゃないですか、早いですね、いや、この流れで20日までに、19日までに16万売ってますからね、うん、20日から大体同額ぐらい売れるって僕はいつも考えてますから、あ、プレッシャーですけど、頑張ります、ね、5日間あるから、いけそうですけどね、うん、まあちょっとなんか広告とか文章書き換えてみたりとかやってみてほしいなと思いますけど、わかりました、もうなんか本当に嬉しかった、ちゃんと売れて僕も良かったね一時はどうなることだと思ったんですけど
あとなんかヒデ君の方でこうすごい今困ってることってありますか？出品の文章をなんか自分の色が出るように変えたつもりだったんですけど、はい、それがどんな感じなのかちょっと見ていただきたいなっていうのは、これが最近出品したコインで、はい、結構なんか僕なりの意見というか、考えを書いて、なんか防湿庫で保管とか。なるほどなるほど、はい、僕とはやっぱ全然違いますね。はい、という意味で個性出すっていう意味は成功してるのかもしれないですよね。はい、もっと入れた方がいい文面とかってありますか？いや見る限りまあ全然これでもいいのかなとは思うんですけど、はい、まあ僕ちょっとこう、まあ、この人めんどくさそうだなって思うかもしれない。めんどくさそうだな。万田さんがそう思うのは相当めんどくさい。そう、僕でもなんかすごい軽くするようにしてるんですよ。僕がうるさいから文章の量をもっとコンパクトにして、なんかあっさりするルールっていうか、このコイン論みたいなのがうるさいなっていう感じがしますけど、ね、コインってこういう見方だよみたい な, なんかこのコイン自体の魅力ではないことが結構書いてあるから、うん、あ、まあ、ここら辺が魅力なんか。あ、そうですね、それはこれまで通りは。そこも、まあ、やっぱそうだね、ここはそのこのお店で買うといいんだよっていうことに多分つながってるんだと思うんですけど、はい、分量多いような気がしますね。これスマホで見た、スマホで見るとこれ多分結構長いと思うんですよね。おじいちゃん死んじゃうかもしれない。あ、本論に行くまでが長すぎる。そうですね、でもここにこのお店の売りを書くっていうのは僕は賛成なんですよ。やっぱ上の方に、はい、ここで買うと送料無料だよとか、例えば何かあったら返品受け付けてますから気軽に買ってくださいっていうことが伝わるのはいいと思うんですけど、なんか紙一重な感じがします。だからこれで売れてんだったらこれでいいんですよ。あはは、結局は、はい、僕が言うことってなんか一つの意見でしかないから、はい、僕を超えるヒーディ君らしさがないとダメだと思うから、うん、まあこれはこれで僕いいと思う。これで売れるんだったらこれでいい、でも売れないんだったら多分長いんだと思う。なるほど、ちょっと押し付けがましい意見ってことですね。うん、うん、あの全然悪くないけど、うん、コインってこうやって選ぶんだよとかみたいな、だってもう自分より詳しい人にも買ってもらうわけじゃないですか。まあそうか、そう言われるとそうですね。初心者はこういう人頼もしいと思うかもしれないし、そこに向けて書くっていうのは正解だと思います。高いコインを買う人はプロっぽい人が多い。ああ、そうですね、コインの値段によってちょっと書き方変えた方がいいか。そうですね、高いコイン売る人って何も書いてない人とかいるじゃん。いますね。で売れてたりするじゃん、はい、なんかそれって買う側も売る側ももう分かってるから、あ、写真さえ綺麗だったら大丈夫みたいな、うん、そういうのってあると思うんですよね、うん、だから初心者に売るには丁寧な人とか優しい人とかっていうのをアピールするのがいいと思いますけど。なるほど、プロはもう分かってるっていうかね、うんうんうん、自分も買うとき慣れてたら、まあ、こういう感じだったら買っていい、こういう感じだったら買わないとかっていう基準が多分あるので、うん、なるほど、はい、何も書かないっていうのは確かに最強だなとは思います、ね。うん、商品だけで売れちゃう。そうそうそう。あと評価だけっていう感じですかね。だからこれ僕この場で完全な否定もできないし完全な肯定もできないんですけど、うん、なんかチャレンジしてるなとは思いますから、うん、すごい評価できるんだけど、はい、結果どうかっていうのはちょっと様子見たいですよね、うん、はい、こう上に書かれるより下に書いてはいいなと僕は思ったんですけど、うん、あ、まあこの分量だったら下に行くことが多いでしょうね。もうちょっと少なく上に一番書くっていうのは、うん、この方ですね、このコインの特徴とかをもっと上の方が、うんうん、なんかこれはっと見て、あ、なんかもうこれコインの特徴書いてないよこの人って思っちゃった、うん、あ、なるほど。これもなんか最後の定型文がいきなり出てきてるから、はいはいはい、あ、この人ってなんか全部同じ文面で書いてるんだってちょっと僕思いました。それなんかコインというかね、その普通の商品の詳細ってまず最初に来るじゃないですか、うんうんうん、でもそれがないから、あ、この人全部同じ文面なんだって、取引ルールみたいな、そう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 突然あるみたいなね、はい、この特徴を上に書いた方がいい気もしますけどね。なるほど、多分こっちを読んでほしいんですよね、だから上に書いてるから、うん、間口を広げた方がいいからね、うん、なんかこう、これだから船原さんのもう一意見だと思うんですよ、うん、だけどそういう意見があるっていうのは多分事実で、求めてるものと違うのを見た時にいいなと思う人もいれば、うん、やっぱあれと思っちゃう人もいるから、うん、あれっていうのとか減らしてあげるっていうのは重要だと思うんですね、はい、まあ一つのチャレンジだと思うけど。ありがとうございます。ちょっと、はい、通がこもっちゃうと強くなっちゃうんですね、うん、誠実っぽいのがまあ堅苦しいなとは思いましたけど、うんうん、
いいと思うんですけどね。はい、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。まあこれ意見なんで、はい、ね、ちょっと変えてみてグレートかどうかって、まあそんなね1個2個じゃ分かんないんですけど、萬田さんの方が歴が あるんで、多分正解に近いこと言ってると思う。ただね、この個性を出すとかもう考え始めてるっていうのがやっぱちょっと感動ですよね。またいや、まあそうそう、だって最初にできることじゃないんで、はいはいはい、どうやって差別化するかっていうのを、まあ、自分なりに考えてやってるってことですから、これすごく重要で、やっぱ僕結構自然と自分で嫌なんだけど、なんか人とずれてるとこみたいのがあるタイプだったから、結構自然に差別化できたっていうか、顧客がしやすいタイプだったんですよ、僕はね。でもこういうちゃんとした人が差別化するって結構難しいことであったりもするから、まあ、慎重に試しながらやっていくっていうのがいいかなと僕は思ってます、まあ、ちゃんとチェックはしますね。あ、はい、はい、という感じで先月はですね14万稼いでいただいたんですけれども、今月できたら30、すでに16万いってる。利益ね、利益30いってもらって、このままガガガガッと100万までいっていただける、うん、30万ぐらいいったらなんか50万とか見えそうじゃないですか、道筋。いやいや、もうなんか30って一つの区切りですよね、うん、なんかね、まあ、そうですね、なんか会社員の給料イコール30みたいなイメージあるんですけど、なんかそこまでね、自分の力だけで、しかもアンティークコインってね、そんななんか裏技じゃない方法で稼げてるんで、まあ、あとは物量増やせば100いけんじゃないかなみたいなのはあるので、はい、ぜひね、ここまで到達して、うん、そうですね、はい、ということで、ひでくんぜひ頑張ってください、はいはい、この動画が面白いなと思ったらぜひ高評価、うん、コメントよろしくお願いします、はい、あと萬田さんがですね、このアンティークコインについてもお話しされているセミナーもやってますので、こちら概要欄に貼っておりますので、はい、ぜひですね、概要欄からセミナーを受けていただければと思います。ぜひ、はい、いらしてください、まあ、これを見ていただければひでくんみたいにアンティークコイン始められるってことですよね。そうですね、始められるのは問題ないと僕は考えてます。はい、まあ、どこから仕入れるとか、どうやって売るとか、こういうの全部解説してますので、ぜひウェブセミナーの方を受けていただければと思います。質問も受けてますよ、はい、セミナーでは。はい、質問もしていただけますんで、ちょっとやってみたけどダメだったみたいな方もね、一回ちゃんと学んどいた方がいいかなと思いますので。そうですね、船原さんのコメント欄とかでも僕たまに見るんですけど、全然ダメですとか、なんか売れないですって言ってる人いると思うんですけど、多分やり方が間違ってるか、ね、量が足りないか、うん、だから、まあ、ちょっとそれを僕は判断できるんでね、うん、まあもうちょっとやった方がいいんじゃないかなとは思ってます、うん、もう諦めないとこういう風になれる。そうですね、はい、うん、なんで、まあ、もう儲かることはね、証明されてるので、うん、ちょっとそれが良かった、証明できたのが良かったいやいや、まだまだこっからでしょまあそうですね、こっからひでくんはね、100万いくんで、ぜひそのひでくんの成長を見届けたいという方はチャンネル登録もぜひしといてください。お願いします、はい、お願いします。あとひでくんのね、他の動画も概要欄に貼っときますので、そちら見ていただければと思います。それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までお会いしましょう。